え本日は「神様はじめました」でおなじみの「神様はじめました」というアニメについてお話ししたいと思います、えー、私はこの題名に惹かれて見るようになったんですけども内容としてはななみという普通の人間の女子高生がとある事情で土地神になってもともとはやこだったともえという 紳士とかですね、いろんな仲間たちと廃墟と化してしまった神社を盛り上げていこうぜという内容になってます。あのななみは紳士であるともえに思いを寄せるんですね。実は人間と妖怪を一緒にはなれないということにはなってるんですけども、ともえにはずっと昔から心に決めた人がいて、そしてそれはうん、言うとネタバレになってしまうのでここまでしか言えないんですが。 へーって思わされるプロットになってます。ただし、ナナミとトモエの関係については、単行本やコミックの方が詳しく載っているので、そっちで確認された方が、へーこういうことだったんだって、納得されると私は思います。あとこれはですね、あくまでも私個人の率直な意見なんですけど、犬夜叉というアニメの戦いのシーンをほとんどなくして、逆にラブストーリーの、 要素を濃ゆくした内容だなっていう印象を受けましたもちろん大まかなストーリーやあとイラストは違うんですけど恋愛ものがいいなって思うんだったら乙女チックな神様始めましたの方がいいのかなと私は思いますアニメやドラマ、映画が好きでその感想を日々音声にて収録しています定期的にアップロードするのでぜひチャンネル登録をお願いします